トレビゾンド帝国最後の皇帝。アレクシオス4世の子で、ヨハネス4世の弟にあたる。1458年、兄のヨハネス4世が死去したため、後を継いで即位する。しかし、ヨハネス4世の死を契機に、オスマン朝は、反撃を始めた。これに対してダビドは、白羊朝のウズンハサンの支援を背景として、 それまでのオスマン朝に対する効能を停止するなどの強行策で応じた。しかし、この強行策に、オスマン朝のスルタンメフメト二世は怒って、白洋朝を攻めて、アマスイやカスタモヌ、シノプを奪取し、フルシッドベイやサラハトゥンを捕らえて、白洋朝の動きを牽制した上で、1461年にトレビゾンドに攻め入った。白洋朝の支援なくしては、 オスマン朝に対抗できるはずもなく、ダビドは降伏を余儀なくされた。こうして、東ローマ帝国系の最後の王朝として、存在していたトレビゾンド帝国は滅亡した。その後、ダビドは、イスタンブール、エディルネと連行され、白洋朝との内通を疑った、メフメト2世により、1463年に3人の、息子、バシレオス、ゲオルギオス、 マヌエルと老いのアレクシオスと共に遺産主刑に処された。娘、アンナだけが除名され、ハレムに送られた後にザガンパシャの元に、嫁がされた。2013年7月、コンスタンティノープル総主教長は、ダビドと、息子3人と、老い、アレクシオスを劣勢し、祝日を、命日の11月1日と決定した。カノナイゼーション・オブ・ニュー・セインツ・バイザ・エキュメニカル、パトリアケット。 エキュメニカルパトリアーケット、オーソドックスメトロポリタネートオブホンコムサウス。イーストアジア、h t t p w w o b m a k i o r g 2 0 1 3 0 8カノナイゼーション、オブニューセインツバイザーエキュメニカルパトリアーケット、2020年9月25日閲覧。ありがとうございます。